出す側としてはなんか不幸にしちゃうんじゃないのっていう、絶対小論文のことガチで考えてないよね。帰は帰国子女やぞ、SFC だと。だからなんかひとっ飛びに慶応って慶応でないと君の人生は成功しないのかって思えちゃう。本当にそうなんだろうか。でそこのね、お姉ちゃんが別にすごいわけじゃなくて、あれがああいう演出監督のもと本になって映画化されて、それがまあすごいね、まあ、いい映画、いい演出、いい脚本だったからものすごい取り上げられてすげえってなったけど、多分ビリギャルのあのお姉ちゃんよりも全然成績アップしてもっとすごいとこ受かってる人っていくらでもいて、別に僕らからすればいやまあ、うん、そうですよね、前提条件結構有利ですもんねみたいな感じで、しかも SFC ですよねみたいな感じで、そんなに内容はびっくりしない。だけどもやっぱりその、まあ、ストーリーとしてとてもね映画だったりとかでバズりやすかった。しかもね、有村架純さんですか、あれね可愛いじゃないですか。だからね、まあ、そうなった可能性が高くて、だからそこをまあ真に受けちゃうと全然違う方向行っちゃうんだよね。だからそこで慶応っていうネーミングは自分の頭の中に浮かんじゃったのかもしれないけど、それは土管違いかもしれないよね。あなたにとって慶応がベストじゃない、ね、彼女にとっては慶応がベストだったかもしれないけどね。その今岩井社長のおっしゃる通りだって別にいいんじゃないかな、慶応にしたら何か変わるんですかっていう話になっちゃうよね。だからそのまあ要は理由付けがビリギャルだとやっぱりね、僕らからするとその裏側を知ってる人間からするとね、ちょっとまあ幼稚に見えてしまうというかね、うん本当にそれが正しいの。しかもですよ、多分今年厳しいですね、誰が見ても。だからここに米印でね、その自分に負荷をかけるために模試で結果を出せなかった場合は受験をやめて先行投資の分を額を働きながら返金いたしますと書いてくださってますけども、これ別に米印じゃなくて多分こうなるんですよ。じゃあこれ出す意味ないじゃんみたいになったら、多分その11月の模試で60厳しいし、じゃあどの模試なのかも限定されてない以上同等でもこっちがケチつけられちゃうわけじゃないですか。慶応の模試で60っつったらかなりやばいですよ。それはめちゃくちゃレベル高いですよ。慶応ね受ける人しか受けないわけだから。だからそうなっちゃうと、これ米印がほぼ実行されちゃうっていうことになるわけですね。じゃあ出す意味何だったのって、結局ね某武田塾にお金だけ行って結局受験やめて働いてお金返すっていう、これ不毛な作業になっちゃいますよね。だったら最初から1年半計画だったりとかそういうふうにした方がよっぽど信憑性高いんですよね。そうですね、自分は慶応一本だけにちょっと絞ってた部分がやっぱり結構ナンセスっていうか、やっぱり滑り止めも受けていくっていう形で、まあやっぱり去年合格できなかった受けてみようと思ってます。多分今細井先生がおっしゃったことが真理でね、このままいったら可能性としてこの米印が本当になっちゃう可能性が高い。だったらせっかくお金出しても君が結局働いて返すような羽目になっちゃったら、出す側としてはなんか不幸にしちゃうんじゃないのっていう感覚が否めないんですよ今のところ。そこを息やよしみたいな形で男なら勝負かけてみろみたいな感じではちょっと違うんじゃないかなってみんなが思い始めちゃってるよ。やっぱ受け答えとか見てても、もちろんその海外生活があるからっていう理由じゃないんですけど、先ほどちょっと拝見したその SFC の小論文の問題、理知的に答えられる、まあ、言語能力だったりとかその論理、まあ、思考能力ですねがやっぱりちょっと厳しい。まだじゃ練習すればいいと思うんですけど、やっぱり語彙的にもちょっと厳しいんじゃないかなって思っちゃうんですよ。まあ実は僕も全く同じことを感じていて、英語より小論文相当厳しいんだろうなとずっと思ってました。絶対小論文のことガチで考えてないよね。いや慶応は英語の配点がちょっと高いっていうのを知ってたので英語だけにしたんですけど、いや小論はちょっとそんなことじゃなく敵は帰国子女やぞ、SFC だと。君の今の語彙力であったりコミュニケーション能力で慶応の SFC の小論文に受かるとは残念ながらやっぱ思えないんだよね。奇跡的に英語の偏差値が65ぐらいまで伸びて、そこは合格点に達したとしても実は最後にそこで足元すくわれちゃうような。